はい、こんにちは。4月の27日火曜日の株とか為替の売買シナリオでございます。現時刻でございます。4月の27日火曜日、14時9分、今45秒という時間帯になったとこういうとこですね。さて、本日の東京市場でございますけども、注目されたのがまずは一つ。今日はちょっとネタを4つほど考えておりますけども、最後の、一つは一番最後に、まずは先に3つ。で3つの中での1つでございますけどね、まずは東京市場、お昼前に発表されました日銀の金融政策決定会合でございますね。こちらでございます。で前回の3月の時にですね、総点検するよというところで、今回は様子見になる、据え置きになるだろうというふうにして言われておりまして、案の定というところなんですが、ステートメント、声明のところでは景気の基調としては景気の基調は持ち直しをしているそうでございます。さて、何とも言い難いところでございますけどね、景気の基調は持ち直しをしているんだということをステートメントで BOJ バンクオブジャパンは言っているというところでございますが、さて15時半からでございますね、黒田日銀総裁の記者会見がございます。4都府県におきまして、新型コロナに感染の拡大抑止というところで緊急事態宣言が発令されてましたね。これまた皆さんご存知のところでございますけども、さてこうしたものの影響度合いをですね、おそらく質問出てくると思うんですけどもね、日銀はどのように考えているのか、もちろん中小企業など、各種ですね、公的ないしは日銀が軸になってくるかと思いますけども、融資だとかそうした枠というのはこれ当然継続するというふうにして言ってますけども、景気の基調が持ち直ししていると何とも言い難いところでございますけどもね。さて今現時刻において日経平均株価が2万9000円台を維持しております。2万9000飛んで62円、クリック株365日経225指数が2万9148円というところで、今日は64円ぐらいでしょうかね、66円ぐらいプレミアム乗っていると。でドル円レートの方でございますが、108円台に、回帰してというところなんですが、108円の20銭水準、そうは言ってもですね、あんまり値動きの方は、ちょっと乏しいところではあるんですけども、若干ですね19に振らされて、昨日特にロンドンフィクシングでの買いというものに振らされてドルが円売りになっているんじゃないかというような、指摘がございましたが、で若干108円台に入っている。ただし日経平均株価2万9000円台でここからさらに上進性を強めるかというと、そういった状況にはなってないというところでございます。改めてですけどね、一つ目、日銀の金融政策決定会合、これを受けての15時半、その後は特に日経225先物だとかクリック株365225指数の影響に及ぼしてくるものかとは思いますが、15時半ですね、忘れないようにというところでございます。さてで2つ目でございますけども、特にこれ為替の方でしょうかね、為替だけに限らないという言い方していいのかと思いますけども、いわゆる地政学リスクという言い方がございますよね。ということでですね、これ今日はちょっと302ページぐらいありましたのでね、すさまじい量でございますので、ちょっとプリントアウトするのははばかれるところでございますのでね、ぜひ直接外務省のホームページをご覧になっていただくのがよろしいかと思いますが、令和3年度版外交青書が発表されております。茂木外務大臣、お顔出ておりますけれども、要は我が国の外交方針、外交姿勢ですよ、近隣の海外との関係を全部レポートにしているというところでございますので、こちらの方もぜひご覧になっていただければと思います。300何ページ、4ページぐらいありましたね。で、一番最後のところにはですね、各国との資料という形で、例えば旧朝鮮半島出身労働者に関連する裁判であったりだとか、いわゆる慰安婦問題に関する問題ないしは我が国の姿勢だとか、そうしたものも全部出ているわけでございますけれども、今回明記されていたのは、日本を含む地域と国際社会の安全保障上に強い懸念を示しているのが中国なんだと、国際法違反なんだというところで明確に明記しているところでございます。もちろん今後こうしたものをどの程度まで反発性してくるのか分かりませんけどもね、クワッド同盟も含めて内緒は日米同盟を軸としてというところだと思いますが、対中国姿勢がかなり外交青書において明確に明記されているところでございますので、その他いろんな諸外国のことも書いておりますので、これもぜひ参考にご考案いただければというふうに思います。さてで3つ目でございますけども、今日は4月の27日火曜日なんですけどもね、今日が27日、29日が昭和の日でお休み、さあこれから改めてでございますけども、ゴールデンウィーク突入になってくるわけでございますけども、さてそこで今度は FX、 金融商品 FX にちょっと特化したところでございますけども、なんと本日は FX のいわゆるスワップですね、金利相当分のところでございますけども、なんと今日は
6倍でなんですね。投資妙味というところではキャピタルゲイン狙いでクロス円を狙ってらっしゃる方も多いんじゃないかなというふうにして思います。まあ6倍でというのはちょっと驚きますけどもね。まあまあお休みでございますので当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが、さてただしここで一番問題なのは、まあインカムゲインを狙っているにもかかわらずキャピタルロスをしてしまったら元も子もないよねとこういうところだと思いますね。ちょっとサラサラっとでございますけど、皆さんご興味持ってそうなところですね。ちょっとこの辺のところがポイントになり、なりそうですねというところでちょっとスッと書かせていただきました。まずは、オーストラリアドル円ですね。60分足チャートでございますけども、83円の前半内緒は83円の70銭近辺、この辺のところはちょっとご注意していただければと思います。現在は80円に乗っかっておりますけどもね、現在は84円台乗っかっておりますが、まあ84円のまあそうですね、まあ、この辺の前半今8円の厳密な31銭でこれ今8円の25銭と書かせていただきましたね。この3の70、まあ、4の2もこの辺の上昇帯を埋め戻していくような形になったらばこれかなりキャピタルロスになりますのでね、スワップ狙いの方もちょっと今日、まあ、オーバーナイトだけでというふうに考えてらっしゃる方はちょっとご注意というところ、これがオーストラリアドル円の60分足チャートで、続きましてでございますが9円ニュージーランド円ですね、こちらのところは78円の30銭近辺のところがダブルトップになってますが、今は78円の15銭水準というところです。77円の、まあ、20銭割れたらちょっと厳しいのかなというところでしょう。まあ70、まあこの辺でしょうかね。77円台の70ないしは77円の20、ここをちょっと意識しておいていただければと思います。現在は78円台に乗っかっておりますが、78円の30金峰がダブルトップ気味になっているよと、ちょっと上値が重いねというところが多分テクニカル的な焦点になっていると思います。さてで続きましてが今日ちょっと紙芝居長いですけどもね、今度は南アフリカ南ドル円、南アフリカ南ドル円においてもまあ横ばい形成になってますので、まあボラティリティが高ければ厳しいかもしれませんが、75円台のちょうどないしは40この辺のところが維持できているならば、まあなんとかスワップ狙いできるかなぐらいのちょっとイメージでございます。この辺のところはちょっとご注意いただければと思います。今ここまでご紹介させていただくのは全て60分足チャートでございますのでね。そして今度はこちらです、メキシコ円ですね。まあ原油の動向の落ち着きというのはあるかもしれませんが、 5.40 円と一方で 5.47、 このところがまあちょっと上値重いというところでしょうかね。現在が 5.435 という水準でございますので、まあ、ほとんど変わってませんけども、まあ、5.40 台が維持できないようだったらこれちょっと厳しいよというところですね。で、最後でございますね、ちょっとこれの方はちょっとスルッと流したいんですけどもね、トルコリラ円でございます。エルドアン大統領の姿勢、金融ないしは各政治政策においてのかなり厳しい見方が出ている状況でございますね。まあ、そうしたところでちょっとあまりトルコリラ円云々というのはあまり申し上げたくないのが本音でございますが、直近の安値圏12円75銭金峰がちょっともう割れたら、まあ、今13円台乗っかってますけどもね、ちょっとこの辺のところはかなり不透明感強いですからね、トルコリラにエントリーしたいんだという方もいらっしゃると思いますけども、慎重な上に慎重をもってしてお取り組みしていただければとこういうふうにして思います。さてでそれを踏まえてでございますけども、今夜の欧米市場での焦点は何なのか、今回の売買シナリオこちらでご案内させていただきたいと思います。はい、まずはドル円からでございますけども、まあこれは今度はまあゼロ金利でございますのであまり関係ないと思うんですけどもね、現時刻においてでございますけども14時18分になりました。16時半、今から約2時間後ぐらいですけどもね、スウェーデン中銀の政策会合ございますけども、これ 0% 据え置きでございますので、スウェーデンクローネ、まあこれちょっとお取り組みの方少ないかもしれませんね。あえて申し上げるなら朝の5時ですけども、つい先だってバンクオブカナダ、カナダ中央銀行、テーパリングを始めましたよね。かなりこれ利上げに向けて強気の形でマックレムさん、マックレムカナダ中央銀行総裁、かなり強気でございましたけども、なんと今夜というか朝方ですね、5時にカナダでのこの議会証言がございます。先だっての中央銀行金融政策会合におけます姿勢をですね、この間のように繰り返すならば、まあそうしたところではカナダドル、まあ大円の方がお取り組みの方多いだと思いますね。この特に FX6 倍でを意識しているのならば、現在においてですけども87の26銭水準ですが、朝方に急に動き出す可能性あるかもしれませんね。まあ、特に先立っての発言をまあ否定するような形にならないと思いますのでね、かなり失業率、雇用の回復だとかそうしたものを見込んで、で特にですけども今般の FOMC においても先進主要中銀の中で FOMC よりも先、まあ、FRB よりも先んじて
カナダ中央銀行が動き始めたということはかなりですね、ニューヨーク市場関係者なども意識しているというところでございますのでね、そうしたところではこのちょっと非常に地味かもしれませんが、マックレムさんの議会証言ご注意いただければと思います。でちなみに先ほど南アフリカランドへのちょっとご紹介しましたけど、今日は南アフリカ休場でございますのでね、流動性が低下している可能性非常に高いでございますので、ちょっとこの辺のところはご注意いただければと思います。さてドル円でございますけども、108円の23銭ほとんど変わってないというところです。売り買い待機とさせていただきました。予想レンジ7908の55、ちょっとどの程度まで上値を追いするのかが正直わからないというところなんですが、まあゴールデンウィーク前での駆け込みというところで、昨日もまあそうしたフローでかなり出てきた、ロンドンフィクシングで出てきたよというような話ございましたけども、スワップ6倍デーでの FX での円売り不要力がドル円を支援してくるのかどうか、ちょっとこの辺のところは懐疑的でございますが、2時間足ボリンジャーの中心線とプラス2シグマを意識しての枠組み、ちょっとかなりワイドですけどね、そうしたところで7908の55とさせていただきました。エアン7の90で買って8の25で売る、35銭幅狙い。リスクの方でございますけども、こちらの方は25銭リスクということで7の65とさせていただきました。もうこうチャートをご覧になっていただければそのままのところだと思いますが、下限のポイントというのはどちらかというと日足の雲の上限かもしれませんね。この辺のところを意識してとこういうところが下限で見ておりますが、ここからどの程度まで買い欲ないしはここで買い待機している向きがですね、108円台の前半から半ばに向けて押し上げていくのか、これがまあ下限でのポイントというふうにして見ています。で一方で、B アン8の50で新規売り、8の20で買い戻し、30銭幅狙い。でリスクの方は20銭リスクということで108円の70銭、ポイントはやはり4月の20日の時のこの高値圏5055のところですよね。ここがかなり上値重かったところでダブルトップ気味に上髭をつけましたが、ここを果たして抜くことができるのかどうか、この辺が大きなポイントというふうにして睨んでいるところでございます。はい、続きまして日経225指数でございますが、まずは日経金株価29000飛んで43円、クリック株36が29130円というところでございます。まあ、75円、今ちょっとまたプレミアムがちょっと乗っかってる感じでしょうかね、買い意欲の方が強いんでしょうか、マーケットメーカー少し右にずらしてるのかもしれませんね。まあ、ちょっとこういったあまり裏事情の推測、邪推というのはしちゃいけないのかもしれませんが、少しプレミアムが乗っかってきているような状況でございます。14時時点においての日経金株価、当初一部の値上がり銘柄数が1000飛んで89、値下がりが993、まあ、ほとんど変わらない綱引きというところですけどね、ただし33業種12業種しか値上がりしてなかったというところでは、まだこれ、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、これから本格的な決算という状況の中では2万9000円をまあ乗っかってきたところでのポジション調整色の方が強いんでしょうかね。プラス寄与度とないしはマイナス寄与度として働いている個別銘柄を見ても、まあ、びっくりするほど突出しているものがあまりないと、まあ、ファーストリテイリングが36円押し上げているというところで9983で、逆に押し下げているのが SBG ソフトバンクグループ9984、これは16円ぐらいというところですので、まあ、ほぼほぼ拮抗しているのかな、そんなイメージで見ているところでございます。さてで東京金融取引所クリック株365の方でございますけども、まあ、当たり前なのかもしれませんが、日経金株価とほぼほぼ同様で2万9000台を維持されていることも200円台を超えていくことができないよというのが、まあ、今の現状というところで、今が2万9124円ということで、今回こちらの方も売り買い待機とさせていただきました。2万9000飛んで75円から2万9350円、A 案は29100円で買ってというところです。29100円で買って29300円で売る、200円幅狙い。でリスクの方も200円リスクということで28900円。B 案の方ですが、29350円で売って29200円で買い戻す、150円幅狙い。でリスクの方はちょっと抑えめに125円リスクといたしました。29475円というところです。ここを超えていくようですと、日足の雲の上限ないしは日足のボリンジャーの中心線。まあ、もうちょっと強気に売った場合でも見ていいんじゃないかなとして思ったんですけどもね、4月の19日、まあ、これ、まあ、ちょっと戻り高値というんでしょうかね、29,475 円ぐらいのところですっと戻りましたので、ここをまあ一つ目安として損切りとさせていただきました。大枠としては2時間足ボリンジャーバンドのプラス2シグマを上限として見て、加減の方でございますけどもね、日足の雲の加減を意識していたんですけども、ここ意外とちょっと弱いのかなというイメージで、まあ、プラスマイナス2シグマの2時間足ボリンジャー、これをまあバンド内ウォーク、そんなイメージでの今回の予想レンジというところでございます。いずれにしてもですね、ちょっとまあ米国株式市場の動向、まあ、ハイテクだとかその辺もちょっと非常に強いようでございますけども、米国主要産指数に牽引されてというところがまあ今夜もついてくるのかなというふうにして睨んでおります。住宅関連
連指標だとか住宅、あとは消費者信頼関数でしょうかね、あとはリッチモンド錬金の製造業況指数もありますけども、ちょっとこの辺のところで、まあ、大きくぶれてくるイメージというのは正直なところ希薄ではございますけども、リスク管理の方は忘れないようにお取り組みいただければというふうにして思います。はい、ということで今が14時25分というところですが、先ほど申し上げました、今日は4つのネタというにして申し上げましたが、もう一つ、実はこんなものがございますというところでございますが、ラジオ、昨日前回のこのバイシナルちょっと触れさせていただいたんですけども、4月の29日の昭和の日、ラジオ日経で武部は大変僭越ではございますが、音楽番組のDJ 司会をさせていただきます。思いっきり音楽番組でございますので、マーケットの話はほぼ触れておりません。マーケットの話ほぼ皆無でございますが、もしお時間ありましたら ご聴取いただければというふうにして思います。4月の29日10時45分から11時15分、30分番組でございますけどね、曲を私の方がちょっとセレクトさせていただいて6曲、かけさせていただいてます。まあ、ちょっとこうしたコロナの話でですね、ちょっとムードがこう鎮圧というかこう萎縮してしまうような感じですのでね、ちょっと元気いっぱいというところで、こちら、まあ、副題、これまあ全部私の方でセレクトもそうですし、タイトルもこれでいきましょうとこういうふうにして申し上げたんですが、ゴールデンウィークは洋楽で盛り上がろうぜというようなタイトルでさせていただきました。まあ、ゴールデンウィーク中もですね、東京株式市場などはまあお休みでございますが、 OTC での FX ないしは CFD 日経225室などこうお取り組み可能でございますのでね、まあこうした曲をその時にちょっと聴いていただいて、ノリで元気よくお取り組みしていただければと、まあ、そんな思いもちょっとあるところでございますので、ぜひご聴取いただければというふうにして思います。さて、で改めてでございますけどもね、ちょっとこの新型コロナの感染拡大抑止に関して、まあ、いろんな報道がございますので、ちょっと気になりましたのが、都知事と五輪担当大臣の間でですね、ちょっとこの看護師さんだとかの手当でしょうか、医療関係従事者に対する、まあ、いろんな齟齬があるというような報道もちょっと出てまいりましたのでね、2点3点ちょっと速報関連ちょっと出てくるかもしれませんが、そうしたところでは、当社取引可能なシステム内のですねヘッドラインニュース、そちらの方ぜひチェックしていただいて、リスク管理をお忘れないようにお取り組みいただければというふうにして思います。以上、4月の27日火曜日の株と為替の売買シナリオでございました。